君と僕の答えもきっと出ているだろう。クリスマスキャロルが流れる頃には誰を愛してるのか今は見えなくても、この手を少し伸ばせば届いていたのに、何か足りない愛のすれ違い、お互いを分かりすぎていて、心がよそ見できないのさ。クリスマスキャロルが出会う前に戻ってもっと自由でいよう。クリスマスキャロルが聞こえる頃まで、何が大切なのか一人考えたい。過ぎて見えない支えは、離れてみればわかるらしい。クリスマスキャロルが流れる頃には、君と僕の答えも